どうも皆さんこんにちは。その場にいた8人に昼食をおごってあげると言ったら 12,960 円支払うことになってビッグラボン並みに驚いたゆっくりアリスです。そのうちの一人です。食べ放題万歳だけど10分で満足して、その後50分間みんなが食べている様子を見るだけで過ごしていた、ゆっくりリリーホワイトです。今回は三重県への鉄道旅でございます。三重県、ゆゆこと賢島への鉄道旅の動画が思い立つなぁ。あの時は観光特急島風に乗車したりと見応えあったけど、今回はどうなるのかな？先に行っちゃうと無駄遣い防止のために特急には乗ってないよ。あれ？乗ってないの？それじゃあ始めていこっか。了解。それでは切符を買って鉄道旅スタートです。ちょっと待ったー。なんでエコカじゃなくて切符なの？毎回 IC カードだと面白くないでしょ？そこ？3220系の橿原神宮前一急行が入線。これで大和八木駅に向かいます。平畑駅で各駅停車との緩急接続がありーの。大和八木駅到着。賢島行きの特急が入線してきたけどこれには乗らず、大和朝倉行きの区間準急に乗車します。急行じゃないの？後で乗るから。区間準急の電車は5820系50番台でした。万葉まほろば線が見えてきてーの。そういえば近鉄大阪線は前回、ミスチーと行くが鉄道祭りのネタで取り上げたよね。大和朝倉駅に到着。ここで後から来る急行に乗り換えます。朝日が眩しいねー。来ましたのは愛鈴川行き急行の5200系。この電車で榊原温泉口駅まで乗車します。え、温泉？目的は駅での撮影だけだからね。ですよねー。どんどん東へ進みます。名張駅で特急電車を待ちます。これは入れ替え作業ってやつかな？特急電車を待ちまして、伊賀神戸駅に停車しての、榊原温泉口駅に到着。トンネルの出口が見えている。おっと回収回収。そしてソラリー式がまだ残っていました。一度改札を通って駅の外に出てみます。ちょっと懐かしい感じのする改札口。JR 名勝線とは離れています。乾いた高岡駅だったら近くて乗り換えできそうだね。それではここからは、大光駅、伊勢石橋駅、乾いた高岡駅の3駅に寄りながら JR 名勝線の駅市駅に向かうことにしましょう。ホームに戻りまして、15400系カビロフト、15200系の復刻塗装と、定番の青と白の塗装による6両編成とすれ違い、普通電車で隣の大光駅に向かいます。はい、到着。砂利がやたら目立っており、構内踏切もありますね。改札口はこんな感じ。あれ？券売機はどこ？出発日の普通電車で伊勢石橋駅に向かいます。はい、到着。ホームの屋根があるところに IC カードの改札機がある。へぇ、こんな感じなんだ。せっかくなので出場側にタッチして駅の外に出てみます。緑と黄色の踏切警報器。遮断機はさすがに交換されているのかな？近くの端まで行ってみます。平成元年、長く電車を支えているんだねー。架線柱も斜めになっています。ところでこれなんで斜めにしているんですかねー。入場側にタッチして、次の電車に乗ります。もちろん2両編成ですよ。乾いた高岡駅に到着。そして JR 駅市駅へ移動しました。11型で松阪駅に向かいますよ。1両での運転か。トンネルのような区間を抜けて、権現前駅に停車して、伊勢本線が接近、停止信号に引っかかりまして、近鉄特急に抜かれ、あれにも抜かされ、なんとか松阪駅に到着。特急も停車する大きな駅ですよ。なんか、行ってみたいな。改札を出場。近鉄は字が細かくて何がなんだか。飛ば行き急行なんてすごく見にくい。さあ近鉄線に乗車いたします。島風が通過していきまして、名古屋行き急行に乗ります。え、名古屋？どこまで行くの？近鉄大阪線との分岐駅、伊勢中川駅を通りまして、南が丘駅にて途中下車、住宅地が広がっています。そして津新町駅で急行で移動します。津新町駅？津駅の一つ手前のあそこか。伊勢本線が見えてきて、津新町駅に到着。駅前はそれなりに発展しています。津駅の一つ隣だもんね。踏切の近く移動。そしてこの電車で隣の津駅に移動しますとさ、伊勢鉄道の車両も見ることができました。でっかい駅なんやな。さて、ここからは伊勢中川方面に引き返すので改札を出場します。大阪難波行きの特急は鶴橋駅まで止まらないため、下の伊勢川行きの急行に乗車します。そして次に立ち寄る駅は久井駅。え、久井駅ってなんかあったかな？はい、到着。特急も止まる駅でございます。そして公園に立ち寄り、前までは2面4線だったのかな？バスとタクシーのロータリーの屋根に驚きつつもホームへ、5211系の急行が来たので、隣の駅、桃園駅に向かいます。桃園？ホームも桃色なのかな？アーバンライナーネクストとすれ違った時に、桃園駅に到着。本当に桃色だった。忘れ物にはご用心。のどかな風景がホームから見える中、またまた急行で隣の伊勢中川駅に向かいます。急行ばっかりだな。はい、到着。横には名古屋行きの急行が見えます。ですが乗るのは大阪上本町行きの急行です。名張駅の
出発進行、榊原温泉口駅に停車しんの、東青山駅でアーバンライナーを2本見てんの。え、1本しか見えないよ。それがいるんだな。西青山駅にも停車しんの、無事到着、保線車両を見ることができました。ここも被災駅と同様に特急が停車しますが、ごくわずかのようです。駅前の近鉄プラザ、店内は改装中でした。ご覧の通り、何もありません。タイミングが悪かったね。さあホームに戻りまして、これまた急行で大和八木駅に向かいます。いよいよ旅も終盤です。名張駅で特急に道を譲り、灰原駅に停車しての、大和朝倉駅に停車しての、大和八木駅に到着。橿原線の電車をじっくり待ちます。エフェクトってすごいな。やってきたのは京都行き急行。急行尽くしじゃん。田原本駅に停車しての、平畑駅に停車しての。お、普通電車が2本見える。近鉄郡山駅到着。これにて今回の鉄道旅は終了です。お疲れ様でした。さて、どうだった？うん、ちょい乗りが今回も目立ったけど、急行だらけだったね。うん、やっぱりそこか。まあそのぐらいかな。もうちょっと何かあったんじゃ。あと、これはメインチャンネルで進んでいるのんびり気ままに鉄道撮影シリーズにも期待できそうだね。視聴回数が少ないことに変わりはないだろうけど、分かってても言ったらいけないことがあるって話はしない方が良さそうね。それでは今回はこのあたりで、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。